実業家堀江貴文氏50が13日自身の YouTube チャンネルを更新タレントのリュ u チェル、リュ r チェル、本名比嘉隆二イコール比嘉隆二ジ、3、27、が12日に死去したことを受けて持論を語ったリュ u チェルさんが亡くなられたことについてと題した動画をアップリュ u チェルさんと番組などで共演したことがあり 死去したことに驚いていると話した上で言いたいことがあると切り出し陰口を叩きたいのか知らないけど子どもの育児放棄だなんてねお父さんなのに女性に一人でなっちゃってとかですねそういういわゆる自分の正義を押し付ける系の人あるいは自分も抑圧されていてそういった自分はこういうところにいたくないのに仕方なくそうなっているんだみたいな人 自分が押し付けられて自分なりの正義の世界で生きている糞に入院ですがそれをもうネットに書くなと語りかけるように持論を展開したそして周りの友達とかに「愚痴愚痴のように言ってもいいよだけどネットに書くなネットに書くと「本人見ちゃうから」と強調俺の悪口も書くな本当は俺はさ リエモンはメンタル強いから「大丈夫でしょ」とかって言って書いてるやつら「全然あれだよ」「傷ついてないかって言うとまあまあ傷つくよ」なので「書くな」と自身の思いも明かし自分の胸の中にしまっておけとは言わないストレスかかるんだったら誰かに言え「だけどネットに書くな」「陰口っていうのは本来そういうものなんですよ」とし「陰口はネットに書くな」 友達の間でこそこそ言うもんなんです以上ですと自身の考えを話したリューチェルさんは12日午後5時半ごろマンション内の事務所で意識のない状態で見つかった警視庁は自殺を図ったとみて死亡したいきさつなどを調べている以下はネチズンのコメントをまとめたものですそもそも隠れた場所で話すことから陰口というのではないのかね SNS などネットの世界は本人も含めて不特定多数の人が目にする公開された場所なのだからそこで話すことを陰口と認識することがそもそもおかしい最近ではネットにわざわざ自分で起こした迷惑行為を投稿して賠償責任を問われるケースも増えてきているが個々がそこで公開することのすべてに責任が伴うことを理解した上での実行された方が良いと思う 町中で、覆面して、刃物を握って持って歩いていたら、第三者は警察通報しますよね。ネット上で、刃物を振り回して刺していても、逮捕されませんよね。ネット上の刃物の定義をして、AI でも導入すれば投稿できない工夫とか、漏れてきたのを第三者が通報する制度が望ましいね。でも、時間かかりそう。 他人人が特定個人を攻撃してきたら、本人ではなく全く関係ない他人が攻撃者を撃退したり守ることが今重要だと思う。ファンの力だと思うね。いや、それは本当に思う。悪行こ言ったの聞かれてしまうのは仕方ないが文字という証拠に残したら気づいてください。って挑発するのと変わらない。 正直リュ u c h e のことはあまり興味がなかったから誹謗中傷を受けていたこと自体知らなかったからそこまで悩み苦しんでるとは思わなかった木村花さんといいもうこれで最後になるような世の中でいてほしいネットに陰口を書くなという主張は理解できますですがそれをこの人が言うということには違和感しかないですね 他人のことを、こいつアホだ、とか平気で書いちゃう人に、俺の悪口も書くな、とか言われても、どの口が言ってるかと思ってしまいます。陰口でなく、名前を明かして堂々と悪口を言えば、傷つかないとも思ってるんでしょうか。言われた人は傷ついていると思いますし、第三者が見ても不快ですよ。自覚してないのかな。そう思うなら、まず、我が身を正すべきでは 単純に休みが足りなかったんだろうなーって思っているが、それは置いといて、遺書があり、完全に誹謗中傷が原因であるということなら、わかるけど、亡くなったと分かった数時間後には、炎上をいつもしてる人たちがさも、それが原因だと騒ぎ立てる、学校でいじめが自殺した子の調査なんて一向に進まない世の中なのに、個人も痛まれる前から忙しくて。 休みが未だに足りなくて何とも気の毒取り急ぎお悔やみ申し上げますこの意見は半分賛成半分反対ではなく否定ですね誹謗中傷は誰が相手であろうとするものではないもちろんそれが堀エモ門であろうとするべきではないのは誰でも理解はしていると思います ただこの方の場合は相手を見下したような発言やアホやバカというような相手を傷つけるような言葉をネットで発言しているこのニュースを見ている私たちも反省や気をつけたりをしなければいけないのはもちろんですがホリエモン自身も自身の発言を振り返った上で今後は発言をしてほしいと思います SNS 依存でやられるそばも傷つきやすくなってるなと思う バットをされたり誰も見ないことに傷ついたりちょっと意見違うと過剰反応したり視野が狭くなってて依存の自覚ないのも怖いマスコミのように言論の自由を傘に来て攻撃してるのも何とかすべきだがいいねされ持ち上げられ普通ならやらないこともネットなら批判されないだろうといろいろ載せてしまう当人ももう少し気をつけてほしい。いつも思うけどマスコミなども責任あると思います 番組で議論しているのをチラ見したことがあるが難しいなと思う提供している側にも責任あると思ってますこの件に限らずそう思ってます見てほしいけど悪く言われたくないというのは理解できないそこは事務所と議論するべきでありメンタルケアなどはどのようにしているのかなと事務所にも責任あると思ってます SNS 記事やテレビも煽りの一つであり責任はあるワイドショーや文春のようなマスコミはいらないと思ってます納得しました SNS が普及して良くも悪くも芸能人の方々を近くに感じて自分の言葉を発信する場所もあって境界線が崩れてきてしまっているのでしょうか 芸能人の方々の100%の事実を知ることなどできないはずなのに、少しの情報だけで判断して言葉を発信する危険性を感じました。そして、芸能人の方々がどのような人生を歩まれようが、どのような考え方を持とうが自分の人生には全く関係ないことなんですよね。何も言う権利もなければ必要もないはずなんです。自分とと。は一線を引かないと 負の感情を持ち続けることは相手を傷つけるだけではなく自分の心まで蝕まれてしまうような気がしました。芸能人の方々に対しては近すぎずいい意味で無関心でいこうと思います。自分を律して気をつけていきたいと思います。